はい、速稼塾の久保です。 YouTube に、お取り組み中の皆様、再生数、チャンネル登録増えてますか？結局ね、 YouTube をやっていて好きなことをやってるからいいじゃないかっていうところもあるんですけども、チャンネル登録や再生数にこだわらなければ結局進歩がない動画がどんどん続くだけになってしまいます。 YouTube から収益を取り出すことは、到底できなくなっちゃいますんで、ぜひね、好きなこともやるんだけども、視聴者さんが喜びそうなこともやっぱりやっていくっていうね、このバランスが大事だと思います。だいたい9対1ぐらいでもいいんですけども、このね、1割ぐらいは世の中で流行ってることを積極的に取り入れた方がいいですよね。ご自身の立場から私はこう言いますよっていうふうにしていくわけなんですよ。ですんで、世の中で話題になっていることを、私はこんな専門家ですけども、この専門家目線で見るとこうなんですよっていうことをね、伝えていくってことになります。今でしたらね、例えば感染症のことが随分長い間話題になってます。そして国会も始まりました。やっぱこの2つっていうのは切って切れない縁ですけども、自分たちの業界にはどんなダメージがあるんだよってことと、自分たちの業界ではこういうふうに復活しようとしてるんだよと、打破しようとしてるんだよ、こんな健康法を使ってるんだよってことを話していくのも重要かと思いますよね。そして日々寄せられる悲惨な事件もあります。悲惨な事件に対して自分がどう思ってるのか、どうするべきなのか、どうやったらなくなるのかってことを自分の業界目線でお話しするってことも大事だと思いますよね。とにかくね、再生数が伸び悩んでるとか、チャンネル登録が増えていかないってことに対しては、自分の動画が世の中でね、全く受け入れられてないってことを考えなければなりません。ですんで、対策と改善が必要になってくるんですよ。この対策と改善こそが YouTuber としての仕事になってきます。ただ動画を出すだけではダメなんですよ。それはね、YouTube をやったことがない人がまずは YouTube を当たり前のように発信するっていう習慣をつけるときはそれでいいんですよ。でも習慣がついたら、今度は数字を上げていく瞬間をつけなければプロにはなれませんので、そちらの方もね、意識しながらやっていきましょう。もう間もなくね、 YouTube の基礎講座も始めますけども、よろしかったらね、こちらの方は有料になりますけども、ご参加いただいて、さらにね、強く YouTube の発信を高めていっていただきたいと思います。それでは一旦失礼します。